こんにちは、日本総合演芸生き方講師の福本でございます。今回は6月夏季特別配達会の会です。6月、7月、8月、9月は通常は3回コースですが、1回特別配達会、夏季特別配達会というのがございまして、4回ご希望の方には4回目のご注文もしていただけますんで、あとはやっぱり日持ちが悪いなと思われたら4回目の夏季特別配達コースをご注文くださいませ。では YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回はギガンジウムを一緒にすらりと生けてみます。ギガンジウムは生けていると水の中にアクが出て、ちょっと赤茶色っぽいような色にしばらくすると変わってきますが、またそれを水を変えていただいたら、その赤くなるのは収まりますので。ただしこの赤い液体は服や牡蠣につくとちょっと取れにくいので気をつけて扱ってください。で、すらりと立てたギガンジウムはいくらか左傾斜で、もう一本は先に入れたギガンジウムの3分の2程度の長さで少し右傾斜でして、すらりと立てます。で、次にガーベラです。ガーベラはちょっと右傾斜な、お顔をちょっと右に向けたような感じで入れていただいて、で、中心にぐっと前傾させて、真正面にぐっとこう入れます。で、もう一本は今入れた2本のガーベラの間に、なふうに少し沈めるような感じのバランスで、なふうにして入れます。少し右、真正面、いくらか左で低く、その3本の定番の構成の仕方で。で、次にスプレーバラです。スプレーバラはこっちの左の書き口に剣山隠すような感じで、かわいいですね、今バラの季節で。こんなふうに左傾斜でちょっと入れてみます。で、最後にレザーファンです。レザーファンは1枚は右斜め下にこのように下がるような感じで、もう一枚は今入れたレザーファンの延長線上の左斜め奥に少し立ち気味な感じで、レザーファンも細いからちょっと止まりにくいかなと思う場合は、ガーベラやギガンジウムの、ガーベラの方がいいですかね、今回でしたら。こんな風にガーベラの茎にレザーファンの茎を差し込むと、レザーファンが差しやすくなりますんで、こんな風にされて用いるのも良いでしょう。かわいいですね。ギガンジウムとガーベラとレザーファンの盛り花です。ギガンジウムは先進むと大きくなって、こんなぼんぼりのような大きくブーッと膨らんで、チャーミングな姿になります。